はい、どうもカールです。今日なんですけど、先日京都へ旅行に行っていたので、今回は京都の清水寺でおすすめの食べ歩きグルメスイーツを10選紹介していきたいと思います。僕のチャンネルでは広島県福山市の地元を中心に、中四国全国の素敵なお店やグルメやカフェなど紹介しているので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは行っていきましょう。はい、ではまず1店舗目はアラビカ京都の、こちらは東山にあるお店になってます。こちらのアラビカ京都さんは、ここのお店の他に、あと京都に2店舗、香港、中国、シンガポールなど世界各国にも展開されてるめちゃくちゃ有名なお店になってます。京都に来たことがない方でも、このロゴを知ってるっていう方は結構多いんじゃないかなっていうふうに思います。こちらのアラビカ京都さんの本店は、店舗自体は比較的小規模で、小さめのコーヒースタンドっていうような印象ですかね。その中でもすごく洗練された店内がもうめちゃくちゃおしゃれ。今回僕はカフェラテのホットを注文してみました。こうやってラテアートを作っているところを目の前で見れるっていうのもすごくいいですよね。このカフェラテなんですけど、コーヒー感が強くて、しっかりとした風味のオリジナルブレンドにミルクの優しさが溶け合ってて、もう全然飽きのこない一杯でした。皆さんもぜひアラビカ京都さんで美味しいコーヒーと、このインスタ映えするロゴで写真や動画撮ってバヤしてみてください。久々に出たバヤス。はい、では次2店舗目はこちらのサリョーバカナさんです。こちらのお店では、外サク中ふわのサクふわみたらし団子を食べれるっていうことで、もう来る前からめちゃくちゃ気になってて楽しみにしてやってきました。イートインとテイクアウトがあるんですけど、団子を焼くのは店先で焼くので、この丸い窓から顔を出した店員さんが団子の説明をしながら、備長炭の炭火でしっかり焼いてくれるんですけど、その香ばしさとかが伝わってきて、もうマジ待ってるだけでもワクワクが止まらなかったです。うちのみたらし団子が今作ってるこのおこげがサクッと中ふわっとの新食感なものなんですけど、このみたらしのタレをつけるとサクッと食感、どうしても長持ちしないので、お渡ししたら一口目だけぜひ20秒以内に召し上がってみてください。お願いいたします。こんな感じで関西弁の店員さんが丁寧に説明してくれるんですけど、この焦げのついた美味しそうな団子に、今からたっぷりのみたらしのタレを塗っていきます。今回店員さんに渡されて、 YouTube の撮影よりも20秒で食べることを優先したので、全然みたらし映ってないんですけど、よかったら皆さんもぜひ食べに行ってみてください。はい、では次3店舗目はこちらの京八坂プリンさんです。こちらの店では名前の通り美味しいプリンが食べれるんですけど、食べ歩き以外にも本当お土産とかにもすごくおすすめできるお店かなっていうふうに思います。京八坂プリンさんもいろんなプリンのバリエーションがあったんですけど、今回はナンバーワン人気の京八坂プリンを注文してみました。もうまず見た目の可愛さもさることながら、この蜂蜜レモンの味の透明ジュレとプリンが最高の組み合わせで、めちゃくちゃ美味しかったです。皆さんもぜひこの新食感の美味しいプリン食べに行ってみてください。はい、では次4店舗目はこちらの藤波さんです。ちょっとまたみたらし団子連続で紹介になっちゃうんですけど、僕みたらし団子めちゃくちゃ好きだし、京都に来るとやっぱ和スイーツっていろんなとこを食べ歩きたいなと思って、今回は紹介させていただきます。こちらの藤波さんはみたらし団子やわらび餅が名物で、食べ歩きはもちろんお土産としてもすごくおすすめです。店内ではこんな感じに手作りのお団子が焼かれてて、もうついつい見入ってしまいますよね。このじっくりと焼かれたお団子は秘伝のタレの中に入るんですけど、もうこの中に一度は使ってみたいぐらい美味しそうなタレでしたね。炎上するやつ。このみたらし団子の感想なんですけど、コシがあってもちもちとした弾力のお団子に、おこげの香ばしさが加わって、もう最高でした。きな粉が添えられてるので、ちょんちょんとつけて食べるとさらにハッピーになります。皆さんもぜひ食べに行ってみてください。はい、では次5店舗目は京都といえばここは外せないでしょう。こちら京バームさんです。
このしっとりほわほわ宇治抹茶と豆乳の3種のバームクーヘンも見た目からして美味しそうすぎる。ほんとこの京バームは食べ歩きとしてももちろん京都のお土産にもすごく喜ばれるので、よかったら皆さんも食べてみてください。はい、では次6店舗目はこちらの川勝総本家さんのレモンきゅうりです。この日めちゃくちゃ寒くて雪も降ってたぐらいなんですけど、もうきゅうり見た瞬間体が吸い寄せられて、いつの間にかここのお店の前にたどり着いてました。もう俺カッパじゃん。もうきゅうり片手に写真スポット探し回っとる自分をこれ想像しただけで恥ずかしい。見つけた見つけた。清水寺の食べ歩きも甘いものが少し多かったので、こうやってさっぱりとしたきゅうりがめちゃくちゃ最高でした。7店舗目はこちらの湯葉チーズ本舗さんです。こちらのお店は京都に来たら絶対食べたいこのとろける湯葉チーズを今回は食べてみました。食べ歩きの串ってめちゃくちゃいいですよね。熱いうちにかぶりついたら湯葉がバリバリバリが湯葉湯葉って、もう口の中でチーズがとろけて最高に美味しかったです。よかったら皆さんも食べに行ってみてください。はい、では次8店舗目はこちらの京網さんです。こちらの店ではこのめちゃくちゃ美味しそうな八つ橋シューを食べることができます。そもそも八つ橋シューって何ぞやと思いながら買ったんですけど、もう手に持った瞬間の見た目のフォルムがもうポケモンの石つぶてにしか見えん。ほらもう絶対岩ポケモンじゃんこれ。ちゃんと食レポせえ俺。いやでもほんとこれは新食感でしたね。ぜひ清水寺行かれた際はこのシュークリーム食べに行ってみてください。はい、では次9店舗目はこちらの喜楽庵岡本さんです。今回食べ歩きは結構スイーツとか甘いものが多かったので、今回こちらのお店では美味しい唐揚げをいただきます。その唐揚げなんですけど、普通に出てくるんじゃなくてこんな感じで串に突き刺さってて、ほんとインスタ映えするし、何より見た目のフォルムが可愛すぎる。ほんとちょっとお腹空いたなっていう時にはこの唐揚げめちゃくちゃもってこいなので、ぜひ皆さん食べに行ってみてください。はい、では最後10店舗目は奥丹清水さんの豆腐まんじゅうです。この豆腐まんじゅうは生地には豆乳、まんじゅうの中には野菜たっぷりのおからが入ってて、とても優しくて美味しい味でした。この真冬に食べる出来たて熱々のこの豆腐まんじゅうめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ皆さんも奥丹清水さんでこの美味しい豆腐まんじゅう食べに行ってみてください。はい、ということで今回は京都の清水寺でおすすめの食べ歩きグルメスイーツを10選紹介させていただきました。これから京都の清水寺に行かれる方の少しでも参考になれば幸いです。僕のチャンネルでは広島県福山市の地元を中心に中四国全国の素敵なお店やグルメやカフェなど紹介しているので、よかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。